眼科医の平松です。今日は広角の眼底カメラといわゆる眼底カメラ同じようなもんですけど、広く見えるカメラと狭く見えるカメラの撮る違い、目的、それらについてちょっとお話しようと思います。広角の眼底カメラっていうのは、オプトスとか各社出てるんですけど、当院、日本松眼科病院だとオプトスという機械を主に使っています。その特徴としては、目の奥にある網膜っていうところ、比較的広い範囲写真を撮れるんですね。1枚でバシャッと。これがメリットです。その代わりデメリットとしては、鮮明度が普通にまっすぐ撮るカメラよりはちょっと落ちてしまうっていうところがあります。普通の眼底カメラっていうのは本当にまっすぐ真ん中だけをしっかりと撮ってあげると。だから細かく撮ろうとすると、上向いてください、右向いてくださいっていうのをすごいたくさんやって撮らなきゃいけないっていうところがあるわけですね。じゃあどういう病気やどういう目的で使うことがあるか。広角の眼底カメラを使う目的としては、例えば瞳を開きたくないけども周辺まで見たい場合、例えば糖尿病網膜症の定期的なチェックなんだけれども、かといって瞳を開くのは患者さんとしてはちょっと辛いという場合に、オプトスを取ることで、ある程度画像を保存できるっていうことがありますね。一番よく使うのは目に穴が開いてないかとか、いわゆる網膜剥離とかで、網膜の周辺までチェックしてやらなければいけない病気病変の場合っていうのはやります。ですから、うちの場合は網膜硝子体手術っていう目の奥の手術をする場合は、オプトスをちゃんと取っておいて、目の奥に穴が開いてないかとか見逃しがないかっていうのをチェックの意味でもちゃんと撮っているっていうところがありますね。一方で眼底カメラ、真ん中のカメラの最大のメリットは、物を見る中心とか視神経、神経がすごく鮮明に映るんです。だからオプトスだとちょっと判別が難しかった物を見る中心、黄斑とかの状態とかを鮮明に描くことができます。ですから黄斑変性の病気であるとか緑内障であるとかっていうのは、オプトスを取らないで、いわゆる眼底カメラでチェックするってこともあります。もちろんオプトスチェックできる範囲の時もあるんですけれどもね。ですから、ちょっと眼底カメラとオプトスっていうのはそういうふうにちょっと違うってことです。一方で、患者さんの取られる側の問題なんですけども、眼底カメラは結構楽です。こうやって、顎乗せてて、バシャって1枚取られるだけだからいいんですけども、オプトスってちょっと難しいんですね。こう、顎をこう斜めにしながら、こうまぶたも開けながらちょっと特殊なとこ見てもらっての写真になるので、少しこう検査時間もかかっちゃいますし、そういう意味で患者さんの負担が多少ある検査であるってことですね。もちろんこうリスクがある検査とかそういうことではないんですけども、ですからちょっと眼底カメラよりはオプトス、いわゆる広角の眼底検査の方がちょっと苦労がある、時間もかかってしまうっていうことを分かっていただければなと。どういうふうに使い分けてるか、さっき言ったように目の奥の周辺まで見るか中心まで見るかというのが大きい違いであるっていうことがあります。なのでその目的に応じてやってるんですけど、どっちも取るってことも結構あるんですね。例えば黄斑も見たいし周辺も見る、目の奥の周辺に穴が開いていた黄斑上膜の人とかってなると、周辺も見たいし真ん中も見たいじゃないですか。となると両方取らなきゃいけないので、ちょっと患者さんの負担は増しちゃうなってところがあります。今日は眼底カメラ、オプトス、広角の眼底カメラと中心の眼底カメラの違いと目的についてお話ししました。これは眼底カメラといって、目の写真を撮るんですね。特に眼底、目の奥の状態を撮るカメラになります。こう首を振るというか、映ることによって目の端っこまで詳細に撮ることができるというのがかなりのメリットになります。なので例えば目の真ん中を見る、いわゆる検査の項目でいうとポラとかいう状態の場合は、これを使って写真を撮ることがありますね。あとはこれは立体的に写真を撮ることもできるので、立体的に撮ると右目と左目の違う絵を見ることで、患者さんの目の奥の状態を立体表記で調べることができます。これはオプトスという、眼底、目の奥の状態の写真を撮る検査です。目の奥の写真を撮る検査はいろんな種類があるんですけど、このオプトスのいい点は200度というかなり広い範囲の目の写真を1枚でバシッと撮れるっていうのがメリットです。狭い範囲の写真っていうのは昔からあるんですけど、何枚も撮らなきゃいけないので患者さん普通ですし、目を動かさなきゃいけないというのもデメリットなんですけど、これは1枚でバシッと大きい範囲が撮れるというのがメリットですね。